さあ、それもですね、3年生の理科ではございますが、1分野の部分と2分野の部分、ほんのちょっぴりポイントだけ、ちょっと確認させてもらおうかなと思ってやってみました。まずね、1分野はね、化学電池。まあ、電池と言われてるやつね。間違いやすいんだ、これはね、ちょっとね。電池と言われているものの仕組みについて、たったこれだけなんだけど、ちょっとお話ししてみようかなと思います。ね。ちょっと見てください。まずはですね、亜鉛板と銅板が塩酸の中に浸されてますっていう状況。ね。よくあるパターンですけどね。これね、実はですね、イオン化傾向ってのがあって、違う金属板をね、電解質の中に入れると、どっちかが溶け出すんだよ。これがね、おかしなものでね、同じ金属板では溶け出さない。ところが、違った種類の金属板を入れると、どっちかがイオンになっちゃって溶け出していく。銅と亜鉛だと、亜鉛が溶け出すっていう規則性があるんだわ、性質が。これね、実はね、まあ、こんな風に考えたらいいのかな。A 君と B 君が同じお風呂に入った。B 君のが強い、A 君弱いと思うと、A 君は、うわー、B が来たよ、一緒の風呂にというので、B 君がどん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 冷や汗かいて溶け出しちゃう。まあそんな感じかもしれんね。なので、亜鉛くんと銅くんでは、亜鉛くんが弱っちくって、うわぁ、銅だよ、隣困っちゃったなっていうので、溶け出しちゃうんですよ。で、溶けるってことはどういうことかというと、陽イオンになってくるんだ。ZN2+。ZN2+。だから、マイナスの、電子を置いていくの2つばかり。ね、失って溶けていくと。こういう状況だった。これはもうその前の章でやったよね。それでマイナスがここに出てくるわけですよ。で、そのマイナスがどんどん溜まっていくと、マイナスは右方向へ流れていく。押し出されてと思ってもいいかな。だから電子の流れは左から右へと流れていく。ってことはだよ。電流の流れっていうのは電子の流れの逆だから、電流の流れというのは電子の流れの逆だから、右から左、電子の流れが左から右だったので、右から左というのが電流の流れで、電流っていうのはプラス極からマイナス極、陽極から陰極へ流れるよってことが分かっとるので、ああなるほどね、ということで銅板の方が陽極というね、陽極ということが決まって、亜鉛板の方が陰極だっていうことが決まったわけね。で、銅板が陽極になって亜鉛板が陰極、銅の方から亜鉛の方へ電流は流れていく、電子は亜鉛の方から銅の方へ流れたわけね。そしてやってきた銅板の方にやってきたマイナスという電子を水素イオンがいただくわけですよ。いただいて合体して水素イオンは H という原子になる。それが2つ合わさって合体して水素という分子になって、水素という気体がポコポコポコと出ていくと。で、亜鉛板の方はどんどん溶けていくからボロボロになっていくと。まあそんなような具合、これが化学電池、電池と言われているものの流れであります。もう一度いきます。まず一番目には亜鉛が溶け出します。そして電子を置いていきます。電子が流れます。亜鉛板から銅板へ流れる。電子の流れと電流の流れは逆だから、電流は銅から亜鉛に流れた。つまり銅がプラス極、陽極で亜鉛が陰極、マイナス極。こういうこと。はい。でか。それでは次、今度は2分野の方。2分野の方のための、まあ、親から子、子から孫への遺伝の伝わり方。まあそんな感じで、ね、まあ皆さんよくわかってると思うけどね。まあ遠藤の趣旨でよくやりました。丸型、シワ型、ね。純形の丸型を、まあラージA、シワ型をスモールAとしてますよね、よくね。で、親はラージA、ラージA、スモールA、スモールAが、純形の丸とシワを合体させた。そしたら、子供は、ラージA、スモールAという、この組み合わせが4種類できますよ。で、ラージAが優勢なんで、つまり外に出ちゃう性質なんで、丸で出ちゃう。
だから全部丸で出てきます。子は全部丸ですよ。では子と子を掛け合わせるとどうなるか。そうするとラージエスモルエとラージエスモルエを掛け合わせですから、こんなタイプになって一つスモルエスモルエができて、これ有線いないのでシワができる、こういうことになる。なので丸丸丸シワですので、丸対シワが3対1、こんなような状況になってくる。ではここまでよく見るパターンなのでちょっとだけ教えてみます。ではラージエスモルエとスモルエスモルエ、これ掛け合わせたらどうなるのかっていうと、ラージエスモルエが2つ、スモルエスモルエが2つあるので、丸丸シワシワですので、この場合は丸とシワが1対1、3対1というのもよく覚えてください。よく出ますね。そして一歩踏み入れるとこんな形も考えることが可能であります。全て丸が子っていうことになりますね。はい、この2点、たった2点で大変申し訳ない。今日はコンパクトに終わりますよ。終了。